中越のりこ。1979年12月31日生まれ。出身地、佐賀県。身長163センチ。血液型、大型。デビューから20年以上、ドラマや舞台で存在感ある演技を披露し続けている中越さん。人知れず悩んだこともあったそうです。 そんな時、支えになったのは、子供の頃の友達や故郷の佐賀でした。10代の頃、故郷を離れて東京に来ようと考えたわけは、との問いには、思春期になると、理由もないのに反発する気持ちが大きくなってきて、地元の大学を目指すこともせず、みんなと一緒にいても、違和感を抱くようになりました。東京に行かなければ、という気持ちが強くなったんです。上京して、 ジュエリーの専門学校に入ったんですが、2年間は家族と音信不通状態。今の事務所に入ったのも、親には黙っていました。お父さんが認めてくれたのは、と聞かれると、23歳の時です。NHK 朝の連続テレビ小説、心の主演が決まってからですね。故郷のことを、愛しいと思うようになったことは、と聞かれると、私は右も左もわからないまま、芸能界に、 気合でで入ったた。ようなものでした現場では「できない自分」を思い知らされそんな時佐がに帰りました地元の友達に会うと私が変わらないと言ってくれます40代になりこれからの時間に何を期待しますかと聞かれると自分が楽しいと思うことをやりたいです仕事も育児も新しい舞台に立つこともそうだし幼稚園に行く長男のためにお弁当を作ることもと語っています